昔、仕事を辞めた理由がバカっぽすぎて、誰にも言えない。表向きは、さらなる飛躍を求めてということになっている。友達にはバカにされ、親にはめたくそに怒られたし。今思えば、そっちの方がはるかにバカっぽい気もするが。まあ、そんな判断もできないほどに、いろいろと限界だったんだ。当時の仕事というのが、ウルトラブラック企業で、誰かが、1日48時間労働、と言っていた。うまいことを言うもんだと思った。朝、ひとたび出勤すると、9時間働いて、必ずサービス残業に突入。残業が終わって、さあ帰れるぞ。となった時には、翌日の出勤時間が迫っていて、結局帰れない。そんなことが、最長で2週間続いたこともある。こんなことは序の口で、他のことまで語り出すと、キリがないので割愛。そんなウルトラブラックを辞めた理由。というか、きっかけというのが、あるラーメン屋だった。その日は、夜勤のために、夕方からの出勤だった。夜勤から始まる時は、十何時間と食べられなくなるので、夕食を済ませてから行くのだが、その日に限って、親族の用事があり、長く引き止められていたので、その暇がなかった。だから、出勤途中にあるラーメン屋で、とにかく流し込もうと思って入店して、ワンコインのラーメンを注文した。ちなみに、この店には、この時初めて入った。ところで、このラーメン屋は、ちょっとしたサービスがある。時間帯によって、トッピングのチャーシューか海苔に、焼き入れてある文言が違う。例えば、午前中なら、いってらっしゃい、とか、一日、頑張って。昼時なら、折り返し、もう一息、とかなんとか。そして、夕方に行くと、焼き入れてあるのが、今日も一日、お疲れ様でした。これを見た瞬間に、なぜだか、突然、すべてが馬鹿らしくなった。何がお疲れ様だ。これから、何十時間とお疲れに行くんだよと。流し込むはずだったラーメンは、麺が伸びるくらい、ゆっくりと食べた。ラーメンって、ちゃんと食べれば、えらくうまいことを初めて知った。この時点で、別に辞めることを考えていたわけではない。第一刻確定で、どんな罰を受けるか分かったもんじゃないけど、そんなことさえ考えてなかったと思う。ただ、美味しいラーメンを味わって食べていたいだけだった。店員さんに言われて、ずっと会社からの着信で携帯が鳴ってることに気づいたとき、あ、やめよう、と思った。ウルトラブラック企業だったので、辞めるのでさえ楽ではなく、書けば、また長くなるから略すが。最終的には、うるせえ、バーカ、と言って、G だけは示して帰って、あとは放置した。そんなわけで、辞めた理由は、これから疲れに行くことを、事前にラーメンにねぎらわれたこと、および、ラーメンが美味しかったから。もうなくなってしまったけど、あの日からずっと通ったあのラーメン屋には、感謝がいっぱいだ。